どうも、バーチャルフォックスのヤタムです。本日紹介するワールドはレムナント VR。武器を用いて敵と戦い生き残るルビーのファンメイドワールドです。ワールドに入ると英語で注意書きが目の前に書かれています。参加人数は4人まで、途中参戦可能などが書かれていますので、確認したらスタートをユーズしましょう。外に出ると目の前にチュートリアルがあり、ここでシステムの説明が見れます。確認ができたらこちらでバリアを解除し、出ているビーコンの方に向かって進みましょう。アーモリーと書かれた欄では、武器の選択ができます。最初は市販された武器のみで1つしかユーズできません。手に取ったら横の射撃場で武器を試してみましょう。武器を確認できたらゲート付近で難易度選択です。とはいえ最初はイージーのみしか選べません。遊ぶ難易度が決まったら水色の付近に入るとゲーム開始となります。ゲーム内容はウェーブ戦で四方八方から不利に、すなわち敵が大量に出てきます。またウェーブの途中で武器ショップに入れるので、そこでお金を消費してアイテムを買えます。アイテムはステータス強化やスキル解放など様々です。お金は敵を倒す他に各地にある箱を開けて手に入れることができます。ウェーブ戦を生き残ることができればクリアとなり、難易度と武器が解放されます。アーモリーでもう一つ武器を解放可能で、ルビーを知っているとニヤリとする変形が可能です。もちろん専用武器は各種ごとにスキルが違います。いろんな武器を試してみるのもいいでしょう。また右手コンのトラックパッドの下を押すことで武器召喚の体力等を確認できるメニューを出せたり、倒された味方に触れることで復活させることが可能なようです。EG 以降の難易度では最後にボス戦が控えているなど、ボリュームたっぷりのワールドとなっています。またアーモリーの近くではセーブが行えて、ここで記憶することで前回の状態で開始することが可能です。まだ確認できていないのがありますが、大体こんな感じでルビーの世界を遊べます。てな感じでクエスト対応されたファンワールド、皆さんもぜひ